収録日的にはバレンタイン直前。そうなんです、先週ね、まあ、バレンタインとか言ってましたけど、まあまあまだバレンタイン前じゃないですか。そうですね、うん、うん、私みんなね、チョコ私があげたでしょ。嘘つき先輩嘘つきじゃないですか。私一応皆さんにチョコは渡させていただいたんですよ。矢作さんにももちろん。うん、はい。え、いや、そうね、はい、ありがとう。私が一応渡したんですよ。うん、矢作は、うちはね、給湯器が壊れてそれどころだよ。本当にそれ関係ないですよね。大変だったのよ。なんか頭が疲れちゃったな。というわけで、レディオクラッシュ始まるよ。レディオクラッシュ